この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて今日のお客様は。おお、ねえねえ、今日宿題やってきた？全然やらなかったの。そう、見せてもらおう。何か、あの、は？何でしょう。いや、何でもありません。人の足をこんなにしておいて何かもないもんだ。もしかしたら私のことですか？あなたは。そうです、さっき電車の中であなたの足をそんなにした男です。そう、それはどうも。あなたが謝ることありませんよ。悪いな、私ですから。どうぞどうぞお続けください。それにしてもあの時どうして怒らなかったんですか？私はトラブルが嫌なのです。あそこで言い合いになりゴタゴタするくらいなら我慢した方がいいと思って。それじゃあストレスがたまるでしょう。ストレス？ええ、別にずっとこれでやってきましたから。そんなはずはありません。あなたは気がつかなくとも知らず知らずのうちにストレスがたまり、そのうちきっと。と爆発するに決まっています。あなたは一体。私こういうもんです。もし必要がありましたらいつでもご連絡ください。心の隙間お埋めします。これは、ん？あれ？ああ、おじいさん、ん？今度の新部長歓迎コンペの組み合わせが決まったから。ああ、どうも。おしいさんは優勝候補だから頑張ってくださいよ。え、いや。じゃあ。よし、今度こそ。おいおい、お前おしいさんに何か言ったのか？いや、ただ優勝候補だから頑張れって。おい、そんなこと言うからすっかりその気になってるぜ。いいじゃないか、万年優勝候補ってのは本当だもん。あれだけハンデがあったらいつ優勝してもおかしくないぜ。だけどあのおじさんマジになると何にも見えなくなるから怖いぜ。だから組み合わせは考えたよ。うわっ、部長と俺とお前とおしいさんと同じ組？うん、こりゃまずいよ。いや、そこが狙いさ。いくらおしいさんでも新部長と一緒なら遠慮するに決まってるやん。そうかな。大丈夫だって、うん。本日は私のために皆さん集まってくれてどうもどうも。今日一日十分楽しんでくれたまえ。では早速第1組からスタートしてください。部長。おしさん、今日ご一緒させていただきます、おしです。よろしくお願いします。おしい君か、そんなにかしこまらないで。今日は私に気兼ねせずに頑張りたまえ。
ありがとうございます。ナイスショット。ありがとうございます。ほら、今度はおじいさんの番だよ。おお、失礼。ああ、どうも。ここの芝は結構早いんですよ。おしい君、どうしたね。おしいさん、早くしたまえ。うるせえな。顔つきがまるで違って。まずい。おしいさん、今日は新部長が一緒なんですよ。抑えて抑えて。あの部長、先にお断りしておけばよかったんですが、あの彼はゴルフとなりますと夢中になると言いますか、人が変わってしまうと言いますか、あのそのいいことじゃないか、物事に夢中になるというのは。おいおい、そんなに力んじゃ飛ぶもんも飛ばんぞ。おい、まだ私持っとらんよ。おしいさん、おしい君、私が先だ。すぐ撃つからどきため。うるさい。人がショットしてる時に大声出すんじゃねえ。いや、どうも私に対して何という口よ。いや、どうか皆さんもう帰りましたよ。あなた。そうです、あの時のモグロです。それにしても驚きですね。おしいさんがクラブを持つとあんなに人が変わるとは。見ていらしたんですか。どうもそうらしいですね。そうらしい。それじゃ覚えていないんですか。ええ、私はクラブを持つと頭にカーッと血が昇って何もわからなくなるのです。なるほど。それは心理学的には爆発性人格と言いますね。爆発性人格。日頃おとなしい人ほどなりやすいのです。いつもは抑圧されている心理状態があることによって引き金を引かれ、一度に爆発してしまうのです。ロンドンの科学者ジキル博士は絵に描いたような温厚な紳士でありましたが、薬品によっていつもは抑圧されている自分の潜在意識を目覚めさせてしまいました。ジキル博士は全くの別人、ハイド氏に豹変してしまったのです。映画の話ですがね。おしいさん、あなたの場合ゴルフのクラブを持つことが豹変の引き金になっているようですな。
でも今回はまずかったですな。新任の部長をすっかり怒らせてしまって。私はもうダメです。会社へは行けません。まあまあそう悲観しなくてもいいですよ。私があなたの人格転換をやってあげますから。人格転換？今日の失敗を苦にせずに明日会社に行けるようにしてあげましょう。いいですか、この指先を見つめて。心配いりません。まあ一種の暗示です。部長はすっかり頭にくるし、せっかくのコンペがめちゃくちゃだよ。まさか部長の前でもあんなになるとはな。, 笑ってる場合じゃないだろ。あの組み合わせを決めたのはお前だぞ。まずかったかな、やっぱ。おはようございます。おはよう。まだ怒ってるみたいだぞ。これじゃおしいさん、今日会社に来られないぜ。当分休むんじゃないか。おはようございます。おはよう。おい、今のおしいさんだよな。何する気だ、部長。何かね。昨日はご無礼いたしました。どうかお許しください。私はクラブを持つとカーッと頭に血が上り、前後不覚になってしまうのです。本当に申し訳ありませんでした。私は今後ゴルフは一切やりません。それに免じてどうかお許しください。いや、おしい君、頭を上げたまえ。私は全然気にしとらんから、そんなに謝らなくていいよ。ありがとうございます、部長。それにゴルフをやめるなんてとんでもないよ。まるで私がやめさせたみたいで寝覚めが悪いしな。お、そうだ、近いうちにまたゴルフへ行こう。え？昨日のメンバーでゴルフをやって、あのことは水に流そうな。はい。そうか。今度は私の実力を存分に見せてやるぞ。お手やろうかに。そんなわけで日曜日に部長とゴルフに行くことになりました。ああ、そりゃよかったですな。でももしまたクラブを持ってあんな風になったら、今度こそ部長を本当に怒らせてしまうかと思うと。いえ、その心配はいりません。あなたの人格は変わったのです。もうクラブを持っても前のようにはなりませんよ。そうですよね、大丈夫なんですよね。本当にありがとうございました。いえいえ、礼には及びません。ボランティアですから。あさっての日曜、本当に大丈夫でしょうね。今度こそ気をつけてくださいよ。ああ、心配いらないよ。本当かな、こうしてる時はいいけど、おじいさんクラブを持つと人が変わるからな。今度部長を怒らせたら俺たちもただじゃ済まないっすからね。僕は変わったんだ、もう大丈夫さ。多分おしいさん、頼みますよ。そんなに心配なら帰りに練習場にでも寄ってみるか。
いや、お見事お見事。いつものお尻さんと違ってすごくリラックスしてますよ。これハンデをあげなきゃ。おいおい、勘弁してくれよ。すいません、あの大怪我は。やばい。なーに、なんともありませんよ、ご心配なく。ソケットするのはフェースが開いているからですよ。または開いてもフェースは開くなってね。はい、ボール。確かに人格が変わった。人格が変わったんじゃない、クラブを握っても人格が変わらなくなったんだ。いや、全くお恥ずかしい。おいしいさん。こんばんは。あ、モグロさん。実はちょっと打ちっぱなしに行ってきたんですが、大丈夫でしたよ。そうでしたか。多分大丈夫とは思っていても内心不安でした。しかし実際クラブを握ってみると心も乱れずリラックスできて、ボールの当たりもパーフェクトで、これもモグロさんのおかげです。ありがとうございました。いや、そんなに喜んでいただけると私もどうした甲斐があるというもんです。ストレスさえ溜めなければ人格が豹変することは決してありませんよ。ただし、ゴルフで欲求不満を爆発させない代わりに、代わりに思わぬところで、要は心にゆとりを持ってストレスをためないことです。では。あのご健闘お祈りしますよ。さて次は、うん、あ、はい。ありがとうございます、はあ、この前とえらい違いだ。よし、どうもさあ、おしり君、君の番だよ。では打たせていただきます。いや、この前とは別人だな。ごめんなさい。危ないな。気をつけてくれよ君。誠に申し訳ありません。あの、弾当たりましたか。大丈夫ですか。おしいさん、まさかおしいくん。ご心配なく大丈夫ですよ。よかった、本当に失礼しました。まあまあ、もういいですから。どうも。しかし変われば変わるもんだな。前には自分で打ち込んどいて、そっちのプレーが遅いからだって喧嘩したくらいなのにな。今頃そんなこと。
もういい。まったくなんてこった。部長どうなさったんです？帰りの足がなくなっちまった。ワイフが都合で迎えに来られなくなったんだと。ああ、それでしたら私がお送りしましょうか。いやしかし。大丈夫ですよ、少し遠回りして帰るだけですから。すぐ車取ってきます。いや、おしいくんはすっかり感じよくなったな。それじゃあお気をつけて。あ、君たちも。しかし変われば変わるもんだね。おしいの親父、まるでジキルとハイドだぜ。ああ、ずっとジキルのままでいるといいけどな。したか。いやーすまんねえ、おしい君、今日は本当に助かったよ。ったく、トロトロ走るなよ。うわ、おいおい、急がないからもっとゆっくり。ああ、おしい君、無茶な運転をするんじゃない。うるさい、俺はあんたの運転手じゃないんだ。おしいくん、君ゴタゴタと人の運転に指図するんじゃねえ。どけどけ、邪魔だ。どけ。完全無欠な人間などこの世にはいません。なんと今度ハンドルを握ると豹変してしまうとは困ったもんですな。あなたもストレス溜まってませんか？ハイド氏にならないようお気をつけください。おー